朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、代表は3月21日、北中米ワールドカップ、W 杯、アジア2次予選で日本代表と対戦し、0対1で敗れた。韓国メディアは、負けたがよく戦った、と速報している。北朝鮮はイタリア一部ユベントス所属歴を持つ FW ハングアンソンらをスタメンに送り込んだが、 前半2分に MF 田中碧に被弾。その後はフィジカルの強さを武器に、後半には何度も日本ゴールに迫ったが、得点を奪えずに0対1で敗れた。韓国史、スポーツ韓国は、負けたがよく戦った、と言及。前半は不調だったが、後半は対等な戦いで日本を脅かした、と、後半にギアを上げたことを評価していた。